ほのか、そんなにニヤニヤして困らせてはいけませんよ。あ、ごめん。だって、あなたがミューズの活動のお手伝いをしてくれるんだって思ったら、自然と顔が緩んできて。考えるだけで自然と笑顔になっちゃったんだね。ほのかちゃん、かわいい。お手伝いをしてもらえることも、スクールアイドルに興味を持ってくれたことも、すごく嬉しい。だから、来てくれてありがとう。私たち、あなたのことを大歓迎してるよ。明日からは部活も朝練も一緒にできるかな。練習も一緒にやるの？うん、そうだよね。そんな簡単に返事をしてしまっていいのですか？うんうん、練習も一緒って言ってくれると思ってた。え、練習しないの？一緒に朝日を浴びながら走ったりするんじゃなかったの？ほのか、忘れているようなのでもう一度伝えておきますが、私たちの手伝いとして来てくれたんですよ。だから一緒にトレーニングすることはないんじゃないかな。確かに。あくまで活動のサポートをしてもらうために来てもらったのであって、一緒に走るわけでは。あなたはミューズのメンバーではないかもだけど、でも同じ方向へ走っていく仲間なんだって思ってるんだ。だからファイトだよ。これからいっぱいよろしくね。照れるな。じゃあ
おまんじゅうもう一個あげちゃう。わー、忘れてた。じゃあ一緒に行こう。探しましたよ、ほのか。次は体育です。ほのかちゃん、テストの結果大丈夫だった？暑いし、頑張ります。まったく、ほのかはいつもこうなんですから。ほのかちゃんらしくて、いいんじゃないかな。面目ない。意外って何を？そう？知らない一面っていうか、いつもの一面って感じだけど。こーん。ほのかちゃんはスクールアイドルのことで頭がいっぱいなんだよね。うん、スクールアイドルが好きで好きで大好きだから、他のことに頭が回らないというか。もう少し普段からしっかりしてほしくもありますが、きっとほのかはこれでいいんです。うん、ほのかちゃんが好きなものに向かって走っていく姿が私たちは大好きだから。ほのか、練習で使う楽譜持ってきたわよ。ホームルーム終わったなら早く部室に来なさいよ。ほのかが来なくちゃ始まらないんだからね。ほのか、体育館のステージで練習したいって言ってたでしょ。来週の水曜確保しておいたから。みんなありがとう。今すぐ部室行くよ。お、今何か言った？あなたならなれるよ。一緒にスクールアイドル極めよう。今日もパンがうまい。わーい、待ってたよ。今日はお昼から合流で嬉しいな。ちゃんはパンが大好きなんだよね。うん、ご飯も美味しいけど、ご飯よりパン派だし、あんこよりパン派。あんこの話はしていませんが、とにかくパンが好きなのですね。何を？パンを自分がパンで？しっかりして。パンを自分で作るという発想がなかったようですね。あなた、もしかしてパン作れるの？私も作ってみたい。自分で作れるんだ。パンってこうやって作るんだ。あなたって料理が得意だったんだね。好きな形か。あな
たはどういうパンを作るの？ほのか？ほのかはね、ミューズっていう文字を作ってみようかな。好きな形って言われて、一番最初に思いついたのがミューズだったから。うん！スクールアイドルと出会って、ミューズのみんなと出会って、本当に幸せだよ！でもね、あなたと出会って、一緒に部活をしたり、パンを作ったりしてるでしょ？今まで以上に毎日が楽しくなってきたんだ。嬉しいな。あなたの顔のパンも作っちゃおうっと。あれ？何してるの？そうなんだ。できてきたところ。作った曲、ほのかが歌ってみようか。大丈夫大丈夫、まきちゃんに教わって楽譜を見て少しずつ歌えるようになってきたんだ。じゃあ歌ってみるね。どうかな。あなたの曲がすごく歌いやすくて良かったからじゃないかな。素敵な曲だね。あなたの曲を歌っていて思ったんだけど、私たちがこうして部活をしてる間に他のスクールアイドルのみんなも頑張ってるってことだよね。それってすごく心強いし幸せだなって思う。それに、私はいつもあなたに助けてもらってるけど、たまにはあなたの役に立てるんだなって、嬉しかった。そうなの？助け合えるって、すごいことだね。これからは、ほのかのことをいっぱい頼ってね。全然安心感ないけど、あはは。落ち着きがないほのかでもよければいつでも一緒にいようよ。ほのかも今同じこと言おうと思ってた。後に特別講習があるから着くのが少し遅くなるって言ってたじゃん。お姉ちゃん気が早すぎるよ。あっ、そういえば今日は一緒にホムラのお店番をしてくれるんだよね。うん、だからすごく楽しみで楽しみで。じーとーか？お姉ちゃん、自分が一人でお店番したくないからって無理やりやらせるんじゃ。違うよ。だってあの子も楽しみにしてるって言ってくれたもん。練習にもお店番にも付き合ってくれるなんて優しいよね。うん、優しいだけじゃなくてすっごく頼りにもなるんだよ。それに昨日も練習の時にほのかちゃんの歌って勇気づけられるって言ってくれて
思議だよね。私はあの子に手伝ってもらってるから私の方が勇気づけられてるのに。そういうのって相思相愛ってやつ？愛？別に変な意味じゃなくて、今のお姉ちゃんの話を聞いてお互いを信頼してるからうまくいってるんだなって思ったよ。私たちの間には愛が？お姉ちゃん、だから変な意味じゃないってば。それよりあの人が来る前に準備しとけば。もうそろそろ来るんじゃない？そっか。ねえねえ、格好とか髪型とかおかしくない？おかしくないよ。お店番の時二人で割烹着を着たらおかしいかな？まあそういうのは私じゃなくて本人と相談しなよ。そっか、そうだよね。じゃあ私迎えに行ってくる。少し待てば来てくれるのに。お姉ちゃんらしいな。でもミューズ以外でもこんなに頼れる人ができてよかったね、お姉ちゃん。